田植えに挑戦したのは五台山小学校5年生6年生23人と五台山保育園の年長の園児19人です。農業の大変さや食べ物の大切さを学ぶため、五台山地区では20年以上前から毎年地元の農家から田んぼを借りて稲作体験を行っています。田植えどうですか？楽しい。今年は桑名市長と市の国際交流員も参加しました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いやー、こんなの初めてです。私自身も物を作ることの喜びっていうものもですね、感じてもらいたいと思います。はい、どうですか？楽しかったです。子どもさんの熱意がたくさん感じました。感じられます。子どもたちと泥だらけになりながら田植えを楽しんでいました。すごい大変だなって思いました。普段のお米よりすごく美味しく感じられます。子どもたちが植えたのは神楽餅というもち米です。どうやって食べる？みたらしをつけて食べたい。今日の県内の最高気温は高知市で 25.7 度、須崎市で 25.4 度を観測。須崎市は今年最高を記録しました。今日子どもたちが植えたもち米は9月上旬に収穫した後、12月に餅つきをして食べる予定です。